ちはずんだもんなのだ。今回はクリスマスハウスを作ってみたよ。とても可愛く作れたので、ぜひ作ってみてほしいのだ。必要素材はこちら。クォーツ、苔ブロック、マングローブを主に使っているのだ。英語版を飛ばしたい方は32秒までスキップ。必要な敷地はこちら。頑張って作っていくのだ。樹脂を剥いだマングローブの木を4段積みます。苔ブロックを3段積みます。倍速を使うのだ。床を張り替えるために雪ブロックを壊すよ。倍速なのだ。床はマングローブの板材を使うよ。ここも倍速なのだ。次に屋根を作っていくよ。滑らかなクォーツの階段を設置。向きに気をつけてね。滑らかなクォーツブロックを反対側まで設置。反対側も同じように滑らかなクォーツの階段を設置。屋根はすべて滑らかなクォーツの階段を設置。倍速なのだ。何もないと寂しいので、小さい窓を作るよ。正面から見て左側に小さい屋根を作っているよ。動画の通りに作ってみてね。赤丸の階段ブロックが置き方ミスってます。こっち側も同じように設置。滑らかなクォーツブロックを置き、その上に滑らかなクォーツのハーフブロックを設置。一番手前は階段ブロック。樹脂を剥いだマングローブの木を4つ設置。黄色の色付きガラス板、マングローブのトラップドア、ランタン、最後にボタンを設置。左右に泥レンガの塀、黄色の色付きガラス板、滑らかなクォーツの階段、階段の横に苔ブロック、樹脂を剥いだマングローブの木、マングローブのボタン、最後にダークオークのトラップドアを設置。屋根の角にランタン、黄色の色付きガラス板、樹脂を剥いだマングローブの木、マングローブのボタン、滑らかなクォーツの階段、マングローブの階段を動画の通りに設置。マングローブのフェンスゲート、泥レンガの塀、ダークオークのトラップドアを設置、ランタン、最後にダークオークのフェンスゲート、ランタン。泥レンガの塀、黄色の色付きガラス板、滑らかなクォーツブロック、ランタン、マングローブの階段、マングローブの看板、ダークオークのトラップドア、ランタン、樹脂を剥いだマングローブの木、泥レンガの塀、マングローブのトラップドア、黄色の色付きガラス板、マングローブのハーフ、フェンスゲート、トラップドア、泥レンガの塀の下にたるマングローブの看板、マングローブのボタン、ブローベリー、コップン、ランタン、煙突作ります。使って装飾。クリスマスキャンディー作るのだ。次に内装を作るのだ。滑らかなクォーツブロック。暖炉を作るのだ。動画の通りに設置するのだ。どう説明すればいいのか思いつかなかったのだ。本棚作るよ。引き出しの取っ手は後から。棚を作るよ。マングローブのトラックドア、ランタン。植木鉢にすずらん、開花したツツジを設置。額縁にスイートベリー、金のブーツ。引き出しの取っ手を作るよ。金床。マングローブの看板。ランタン、赤色のろうそく。鉄のトラックドア。なんだこいつ。滑らかなクォーツの階段。ダークオークのトラップドア。ベッドと棚を作るよ。道具系は動画の通りに設置。ケーキとサーセッチ。を作るよ。焚き火、マングローブのトラップドア、看板。ベッドの横に絵画。マングローブの間伐板、最後にカーペット設置。完成なのだ。お疲れ様でした。また次の動画で会おう。なのだ。